はい、こんにちは。今日は自説をちょっと一つ持ってきたんですけど、まあパンチ力って、どっから来てんだという話で、いろいろ言うわけじゃん。まあ、骨格だったりとか、筋肉のつき方、打ち方、姿勢だの、その中の一つとしてパンチ力、メンタルから来てる説っていうのをちょっと思ったのふと、でそれなぜかといったら、赤穂さんだったり恵比寿さんだったり、会長もそうかもしれない。ネジ外れてるとか、なんかこの気性が荒いとか血の気が短いタイプがパンチ強いなと思うわけ。正確にデータ取ったわけじゃないけど、近場の人を見てってことね。そう、力ずくで何とかしようみたいなタイプ。でそれがもともとパンチ力があるから力ずくでいこうっていうような感じになったとか、力ずくでいこうっていうメンタルだからパンチ力が強くなったんじゃないのかな。力ずくでいってうまくいったことが多々あるからじゃない。それがだからもともとだから鶏が先か卵が先かじゃないけど、実はメンタルから来てんじゃないのかな。めちゃめちゃ気性荒くて、血の毛短くて、もう好戦的なファイター、でもパンチめちゃめちゃ弱いやつっているっていう。もう好戦的なファイターでパンチない選手は別にいるよね。ただそいつが血の毛が短いのかどうか知らんけど、手数でなんとかしちゃう。そうそれは言いますよ。でもこれを聞いてそれは100ないなっていう感じ。100ないってことはないと思う。この間の動画でも話したんじゃない、強いパンチ打てって言ったらどういう姿勢を取るかって言った時にさ、それこそ、よし打ってこいって言ったらこういう姿勢から打ってくるわけじゃん。ある程度トレーニングをしてる選手ね、こういう姿勢からパンチ打ってくる選手いないから。でも相手のパンチ怖かったらこの姿勢取れないじゃん。今ふと思い出したけど、自分が6回戦ぐらいの時かな、でその時4回戦の選手でなんかめちゃくちゃ期待されてる選手がいて、ワンツーがめちゃくちゃ強いっていう、話を聞いてスパーリングしたんだよ。でスパーリングの内容までは覚えてないけども、もう俺はとにかく前に行くからさ、もうパンチ何にも感じなかったもん。相手は多分腰が引けてんだと思う。だから全くなんていうの、どこがパンチなのと思ってました、スパーリング終わった後。だからミット打ちだとパンチ力あるけど、実際の実戦だと強いパンチは出せない。だからもうね、強いパンチだけに限らないんだけどさ、ボクシングの技術っていうものはなんていうの、やっぱ同じものをまず持ってる土台があってさ、その上にいろんなこう技術テクニックっていうのがあって、この土台がない選手がいくら身につけたって土台しかないやつに勝てないと思う、はっきり言って。長年トレーナーとしてやってても結局持ってるか持ってないかっていうところになっちゃう。いや、持ってる持ってないって、なんて言うんだろう、例えばだけど武井選手、今から来た、ね、3連続ノックアウトでしょ。そうこの間の試合見た、あれアマキャリアある選手でしょ。そう秒殺してたじゃん、もうさ、ボクシングのテクニックっていうのはそれはアマキャリアのある選手があると思うんだよ、の方があるっていうかあるわけじゃん。多分武井選手とじゃあスパーリングをやるってなったらさ、もう多分やると思うよ、3、4ラウンドしっかり、でもじゃあ試合で8オンスになったらもう秒で終わるわけじゃん。で武井選手からしてみたらそれはジャブの差し合いとかさ、これポジションがどうとかっていうよりもそこに顔があるから殴ったみたいなさ、もうそんなシンプルなこと。でもそれは彼がもうやっぱキャリアは多分どっちの方が多いか分かんないけれども、でもプロのリングの8オンスで戦ってきたキャリアははるかに K1 で戦ってきてるからあるわけじゃん。だからボクシングの技術がどうかっていう話じゃないと思う、あの試合だって。でもトレーナーからしたら見たら本体だと思うよ、もう頼むから長いランでやってくれと思うと思う。分からないから。でおそらくこの練習の中でもう手応え、もうこういう手応えもいろいろあるんだろうけど、そういうもの出せないで終わっちゃってるからね。トレーナーとしては多分長いラウンド見たいっていう気持ちもあると思うんだけど、全然話は変わったけどね。中垣選手とスパーしてるのをちょっと大橋ジムさんのチャンネルで流してたけどさ、うまいじゃん中垣選手って、でもなんか唐突になんかとんでもないビッグパンチ当てるっていうのをやっぱやってのけるもんね。あ、スパーリング中も、その一発でね、終わらしちゃってるってところもね。そうだから8オンスってじゃあバンテージでガチガチに巻いた8オンスでやったら、じゃあ
あれどうなってたのってなったら分かんない、うんうんうん、でもそういうのが空転する時ってのもあるわけじゃん。そう、そしたらめっちゃ狂ってくるからね今度、うん、それが弱みになるじゃないけどもね、うん、だからやっぱなんか全容がつかめない。そうだよね、うん、強いのは確かに分かるけどっていう、うんうんうん、でもお前の言ってることもね一理あるっていうのはあるんだけど、うん、ある意味そのパンチを打てる姿勢でディフェンスできるっていうその自信っていうのはやっぱり必要なんじゃない。倒すには相手がパンチ打ってこうやって顔背けてるような選手がいくらこうやって手出しちゃって効かないでしょ相手。じゃあなんかそう思うとさ、ディフェンス死ぬほどうまかったらさ自分は安心して完璧な体勢でさパンチ打ち込めるわけじゃん。あとは自分の顎に自信持ってる人、それこそ畠山さんと坂本さんの時のあの名言だよ。あれはもう坂本さんは相手が自分が顎強い打たれ強いって分かってるから相手が打ってくるときに打つぐらいのさ、うん、相打ち上等ぐらいのやっぱその強さってめちゃくちゃあると思うよ、うん、でもこれはボクシングの技術とはボクシングのテクニックで言ったら空転させられる可能性があるわけで、うん、でも本当に、その強さっていうのは日本の国内のボクシングだとめちゃくちゃ強みになるんじゃない、うん、だって小堀雄生さんとかそうでしょね、打ってくる瞬間でしょ、うん、あれ相当これないと無理だよ。あとはそれがディフェンスの技術だからタイトルマッチって怖いんだよね。でもね、どういうこと？挑戦者って腹のくくり多分今までの試合と違うわけじゃん、うん、違うね。俺はもう自分がこの立場になって、でもよく言うわけで、あの選手は打たれ強くないよとか、うん、あの選手打たれ弱いよってよく言うじゃん、うん、俺それだけはもう絶対に信用させ、そういう風に思うなっていう、あの選手は打たれ弱いからとか絶対思っちゃダメだっていう、俺あるから、打たれ弱いって聞いてた選手、全然聞かなかったんだよ、うん、めっちゃ泣いたもん俺試合中。話が違う。そう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 。まあ言ってもいいかなこれ、三垣龍司。打たれ弱いって聞いてたんだよ俺、うん、パンチ当てても倒れなかったじゃん、うん、もう俺結局それで倒されて負けたじゃん、うん、でも全然打たれ弱くねえじゃねえかって別に思わないけど、まあ打たれ弱くねえじゃん、うん、まあ、次の試合近藤君に秒殺されてたからね。あ、これ挑戦者とそのなんつうのやっぱ防衛戦で違うのかなと思って、まあ、三浦さんにもね、そうだね、だからまあやっぱりある意味打たれ弱いっていうその、まあ、特に1安打だからね、うん、まあ、パンチがあるって分かってたから、まあ正直腹のくくり方が違ったとかそういうのもあんのかも、まああとは見えてたとか、まあ見えてたんだろうな。だからそういうのもあるからね、だからもうはっきり、まあ、そういう意味ではなんて言うんだろう、やっぱ倒す選手っていうのはそういうものがないと無理なんじゃないと思うね、うん、でもそういうのは淘汰されてってるよもう、うん、まあまあその上までいけば、ね、そう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 。メンバーシップやってます。僕らが実際行ってる海外遠征の裏側であったりですね、まあ表で出したらちょっと誰も見ないだろうなっていうようなマニアックな話とかも上げていってますんで、ぜひチェックしてみてください。